はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく1時ですね、2月24日です。どうやら始まった、日本時間3時頃かなと思ったんですけど、どうもまだ夜明け前だと思うんですけども、なんか始まってる感じがしますね。ニュースだけで見ますと、ロイターで、ウクライナ首都で迫撃砲のような音というのがありまして、ウクライナで大規模サイバー攻撃っていうのもありますね。ロシアのウクライナ全面侵攻間近、米国連大使というのもあります。何よりもね、やっぱりね、相場なんですよ。日経平均が今マイナス522円安ですね。で、ニューヨークダウの時間外がもう一気に下げてます。今716、755マイナスドルですね。原油が94、うわーって感じ。ビットコインがなんか下げてますよ今400万円を切ろうとしてますねなんかこれ始まった感じね。金は1930になりましたね。いや始まったやんっていう感じですね。うわうわ、いや、でね、ドローンが面白い。今1200、あれだけ固くなり守っていたですね、1200をやすやすと今超えてますね。なんででもね、始まったらウォンが安くなるのかって、やっぱりお隣さん経済がやっぱりそれだけ脆弱な構造であると、いわゆる原油高に耐えられへんのちゃうかというところなんでしょうね。これしかしね、お隣さんだけではなくって新興国全体に言えることになるんですよ。一気にドルが流出するんですね、こういう有事があると。そしたら今1200ですけども、こんなもうすぐに1250とか1300とかに行きそうな感じがしますけどね。もし本当に始まっているのであればですね、今日経平均は513、これそんなんほんまに始まったらこんなんで済まへんのちゃいますか1000近くまで下がるんちゃうかなという気がしますけどね。なぜか円が高いなんでやねんの114.69 です今。なんでやろ、有事の円なんかな。いや、ようわからんけど 114.69、 114.7 になってますね。いや、なんでやろ、ようわからん。イギリス FTS のあれですね、あれがその188マイナスになってますね。時間外が 2.27% マイナス。うわ、すごいわ、すごいわこれ今1時ですよ。今1時で、うわ、なんかこう来てるなという感じですね。いや、これはね、多分なんて言いますか、歴史的瞬間かも分かりませんね、今がね。ヨーロッパでこれほどのですね、大きな軍事行動っていうのは、ボスニア・ヘルツェゴビナと内戦はありましたけどね、あれは正規軍ではない戦いでしたけど、今回は正規軍同士がガチでガツンと やっているのかもしれません。まもなくウクライナの夜が明けます。で、まあ、もう空爆が始まってるというニュースがありますけども、ビットコイン下げまくってるやん面白い。今日だけで 6.01% ですよ。2万4000円で、どうでしょうね。もうちょっとしたら3万ドルを割るんちゃうかなという気がしますね。また下がった、576円ですね。なんで円が上がるんやろ、 114.68 って。やっぱり有事の円なんですかね。有事の円、まあ、ニューヨークダウ時間が今マイナス751ですよ。CME ね、こ
これはやっぱり始まった感じでしょうかね。一番早いのがね、ロイターなんですよ。私が知ってる限りロイターで、原油先物が 1% 超上昇。もし始まってるとすればね、焦点はウクライナ軍がどの程度こう維持を見せるかっていう、ロシア軍強力ですから勝てないんですけども、勝てないなりにですね、なんていうか頑張ってれば西側が応援するんですよ。どんどん補給をしますんで、ロシア軍19万と言われてますけども、あるいは22万と言われてますけども、4000万の国のウクライナをね、全面的に占領するなんてことは不可能なんですよ。ウクライナが本気で抵抗すればね、もう不可能なんです。でもその万歳してしまえばそれは可能なんですね。だからゼレンスキー大統領は今どうなってるか分かりませんけども、本気でウクライナに、ウクライナの国民に、抵抗を呼びかけてですね、もうそんなもん絶対何が何でも許さへんでということになればですね、最終的には勝てるんですけども、ただその根性があるかないかという、そこにかかってきます。もう始まってるんであればね。でこれもしかしたらウクライナが本気で抵抗して、ゼレンスキーが頑張って頑張って頑張ればですね、ロシアの国という事態が危うくなります。プーチン体制自体が危うくなるんですよ。まあそれがでもウクライナ次第ですね。でも相当な犠牲を伴うんですね。その満単位では済まないですね、もしかしたら10万単位、100万単位になるかもわからないですね、犠牲者が。それでも抵抗するんだという意思を示すのかどうなのかというよう読めません。かなり近しいんですね、ウクライナ人とロシア人っていうのはですね、ロシア語とウクライナ語の違いがあるぐらいでですね、民族的にはほぼ同じ系統なんですよね。だからロシア人はウクライナ人のことをロシア人やと思ってるわけですけど、ウクライナ人は僕らはウクライナやと思ってるわけですね。そこにどの程度あるのか。しかしプーチンもしやらかしてるとすればですね、もうほんまにあなたやってんのって感じですね。どうなんでしょうね、ウクライナ首都で迫撃砲のような音を、ウクライナで大規模なサイバー攻撃、爆撃が始まってるという話もありますし、まだその、どう言いましょうね、分かりませんけども、ドルウォンが今 1200.5 なんだって、やすやすとですね1200を超えて、1192やったんです昨日まで。すごいな、なんでウォン弱いんやろ、なんでウォン弱いんでしょうね。やっぱりまあお隣さん経済の弱さなんでしょうかね。ウクライナで始まったら韓国経済には打撃が大きいということでしょうかね。で円が強い 114.69 です。そうですね、ちょっとちょっと今落ち着いてる。あ、ビットコインがとうとう400フラットになりましたね。400万フラットになった。今日だけでマイナス 6.44% ですよ。すごいな、すごいな。もしかしてこれが歴史的瞬間かも分かりませんね。まだロイターには出てこない、ちょっと待って、ロイターのインターナショナルに行きましょう。でもそんなに変わりませんね。そんなに変わりません。アメリカはまだ夜中ですからね。まあもう深夜と言っていいぐらいですね、アメリカは。ですんで、まだそんなに、あ、これロイターはイギリスですけどね、ロイターはイギリス。そんなに変わらないですね。はい。ということで、もしかして、現時点でもう始まってるかもしれんという、いや、始まってないかもしれませんよ。始まってないかもしれませんけども、相場自体はですね、株式市場自体はもう、
始まった感じの動きをしていますね。ちょっと今落ち着いたかな。うん、ちょっと今落ち着いている感じですね。現在1時7分かな。いや違う、1時5分、あの時計早いやん。1時5分で日経平均マイナス565円というところですけども、ちょっと5番に入って急激に動き怪しいという展開でございます。特に張りませんので、皆さんそれぞれ見てください。ありがとうございました。